愛しのみんな気づけばかなり前を走ってる後ろ姿親友はもうお母さん初恋のあの人も父さんノロマだと思ってたあの子はいつの間にか役員さんただでさえ不安になるのに分かってまで笑われ初めて年功序列が何さそう思うのもやめましたでも同じことをみんな悩んでるはずだからもう気にしない人は人私は私言い聞かせても時には落ちるとこまで落ちてゆくけどまた這い上がるからこの世界で私みたいなバカもそういないはずでも少なくともたとえ出会わなくとも似たようなのがあと3、4人はいるんじゃないかそう思えば楽でしょう一人じゃないって気がするでしょうならそろそろ前へ行きましょう行ける時に早く行きましょうでも急ぐことはないさあなたのペースで一歩一歩進めばいい人は人私は私言い聞かせても時には落ちるとこまで落ちてゆくけどまた這い上がるからを書こうその頃には今のことも書こう辛い泣いた記憶も額縁に入れられてるさむしろそういう経験をしてきた方が延々と酒飲み話に花咲いて友達できるよ点々と急いでるのに赤信号まらまらまらか青信号荷物は重いしああ振動っていうか俺ってうるさいそう思ったらイライラするのやめて一言大丈夫